サーバイバルチャンオス。ネプテューヌ、オッスオッス、先輩、スキッス。お醤油、船が進化してるやん。もうあのしょぼくて遅いイカだとおさらばだぜ。変身。3回くらい変身を残してそうなくね。
原動力53万の船かな。新天地はそこか。お邪魔するわよ。お邪魔するわよ。線が進化しすぎてない？ここはジャパリパークだったのか。むしろ迷路なしょぼいイカダに何回も命を預けたな。こんな荒れた船でその動きいる？怖いな。転覆しそうで怖い。船の解説が始まりそうな BGM。 くそ。Thank you.
にぎわくとしたら解説が必要ですね。島一つもないんかい、ここら辺。ファンさんでもフユル大陸から出たら何もなかったした勝敗ね。はい。豪華でに乗ると蝶は ここはフユル大陸だった。もちろん浮遊大陸だし、主人公は空中浮遊できるぞ。よせぞ、よせぞ、よせぞ。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。修行しても30秒も潜水できない孫子は NG。 刑務所は固有結界だからね。そろそろ行くか。何も見えん。未開の領域か。
まあ、魚だ。みゃみゃみゃ、とっても泳ぎの上手なフレンズなんだね。何だろう、いかだの上でサバイバルするゲームを思い出してきた。これもパルの中に入れられて昔ある島から脱出したの。ゼルダじゃねえよ。ドラクエとの方だった。こんなに移動して島一つ見当たらない、不思議。イキューモのホース、ボダナタル一つに男二人と女一人詰め込んで滝から落とす。
ルダは壊れたいかだで遭難してましたね。やっと陸だ。レミだ。くそ。安全なとこにつけんとな。どこが黒い森だよ。水しかないじゃんよ。知ってた場所じゃん。マットに映ってたからの向かい始めた時から
船で遭難してる人の解説始まりそう。それにしても本当に陸地ねえな。穏やかじゃない。
ドナサガイチのアルベルト君出会った時に大体船が沈んでたイメージある。ウコムが悪いよ、コムが。船が沈むっていうとリースを思い出す最強武器噴出したり。ウコムも悪い。ミンサガだと船で長男がニンフの像を持ってるムディはいるんだったかな。恐竜何日目？エロールンコムこの猿に陰の三邪神ボイスソロ実況さえ動画でデンタロイドは禁止なのは悲しかったな。デンカは人力だからアウト。何も言うことはない。まあこんなもんだろう。まあこんなものだろう。
ここが新たな希望。東南アジアにありそうな木が生えてるな。大子の程度の沼ならダンジョンありそうかも。ちょうど草原の旗でプラス。魚も元気だ。早く温まりポイント見つけないと。絶体絶命としかな。すごい消耗感だ。広いだと東京ドーム何個分だろう。東京ドーム換算とかいうほとんどの人がわからない単位はやめろ。
それが毎回聞いても理解不能な単位。東京都が1個入るとかもよくわからないぞ。ここをキャンプ地とする。東京ドーム3位の行きテージあるの本土草生える。あ、いや、東京ドームはバケツ一杯分的な意味合いで、東京ドームはつまりバケツだったのさ。グーグル君は検索で東京ドームの体積を教えてくれるんだぞ。東京ドームの幕の張り方で体積変わりそう。1.249 リットルらしいぞ、グーグル曰く。 1.249 リットルらしいぞ、グーグル曰く。こういうゲームやってると核戦争後の生活もしやすくなるね。やったね。
核戦争後に緑が残ってるとでも。FF6 の世界崩壊を見たいに何もない世界になるぞ。ハゲ山を緑に塗った国を思い出した。中国だったわ。派手山をペンキで緑色に塗ったの。環境破壊は気持ちいいぞい。衛星からは緑で見えるからね。衛星ところに時間なくて植えられなくて塗ってたらしい。ミンミン衛生教育委員会。衛生芝生植える時間なくなる前にまともに作って。韓国のサーキットはコーナーで地面が空いてたから。史上最悪のサーキットとか言われてるんだって韓国。アスファルトも固まってなくて危険なレースでしたね。ちなみに2002年に日本から借りた金も返してないらしいね。結構ずぶといっすね。
韓国側で試合したチームが全部韓国にぶち切れた日韓サッカー。ミミ、有名選手韓国人に破壊されたらそりゃね。まあ近いうちに経済が崩壊するっぽい。承知で関わらないのがベストやな。公認看護同開催はギリギリになって向こうがすり寄ってきて規約違反の合同開催なのよね。示談だって壊されたの。今の岸田がやらかさないわけないんだよな。引退試合だって壊されたの。いや、引退試合の人だけじゃなく何人も壊されたから。最近でも日本の選手が親善試合で歯を折られたしな。関わってはいけない。試合をしてもいけない。マスコミに在日入りまくってるし、芸能業界ヤヤーさんにもめり込んでるからな。今は統一教会でも。在日がこの中にいるって発言した龍が宿局にの記者会見好き。にゃにゃにゃ。トゥーリオがブラジルと同組のコートジボワールのエース大会前に壊したからな。ステージに登っている何人かは朝鮮人って言った寺島進む本と笑った。そのネイルハンマーで誰を倒すんや。
本人じゃないから OK。 暴言。ネイルハンマーは屍人でしょう。マルタくんコロコロ。あ、ミミ。油断しましたね。いや、火を切るときに命落とす人今でも多いんやろな。油断したら潰されるわ。気を切って自宅壊した人とか思い出した。あのちゃんが喋ってるみたいだった。
のか。お前それサバンナでも同じこと言えんの。ミンミン、あっ、あっ、いや、こいつはいい。どっちを向いても敵ばかりだ。ミミミ、
毒殺。ボジのフレンズ。ドラゴン田中かな。高よ。
嘘。消え。